ね、ありがたいことにピースの連休明け早々にケンジの磨きコーティング、ケンちゃんコーティングのご依頼いただきましてやらせていただいております。かっこいいね、インテグラほんとかっこいいよこれ、パイプ R いい感じだね、マニュアル車たまらない面白そうな車です。ケンジにね、しっかりと磨きコーティングの方やっていただきます。はい、磨きの方すべて完了しました。そんでコンパウンドのカス取りも終わったんで、ここからコーティング剤の塗り込みが入っていきます。もう何回も撮ってんだけどね、ピースで、やってるのガラス系のコート剤の塗り込みがほとんどです。本格的なねガラスコーティングなんかもご依頼いただければできるんですけれども、今回こちらやらせていただいているのがだいたいね3時間程度かな、 2,3 時間くらいで、磨きとコーティングまでやらせていただいています。で料金の方が2万円に消費税で、今回の磨きコーティングガラス系のコーティング剤の塗り込みになりますね。 2,3 時間だねだいたい。で物によっては、4時間5時間とかね、磨きの入っちゃうような、あ磨きっていうか、まあ、施工時間かかっちゃうようなね、磨きで時間かかっちゃうとそのくらいになっちゃうんですけども、その時にね、まあ、3万円だったりとか、あと物によっては、1日お預かり、5万円コースなんかね、そんなのもあったりいたします。状況によってだね、やっぱりさ物によって全然磨きつっても一概に言い切れなくてね。ただ今回のこちらのインテグラは3時間くらいの施工ですね。このコート剤の塗り込みが一番ケンジの楽しみの時間だべ。ん？最後の仕上げ。申し訳ない。フリデッドリ？ん？フリデッドリ？フリデッドリ？あ、テロテロになったからな、うん。やっぱ違うもんな。磨いた後のコート剤。うん。サミベおめ。ん？今日サミベ。時間がない。あ、時間がない。お忙しいなおめな。うん、働き者のケンちゃん。今日ケンちゃんあれな？車の引き取りな。引き取り？うん。オークション。ああ、買ってたの俺。ああそう、2台買ってたの。ああ、ね、今日もキャンタロウと一緒に仲良く。2台だけなんだよ、落札できてたの。ああ、うちの働き者のケンちゃん、今日も元気に磨きコーティング。今日の仕上がりはどんな感じですか、自分的には。仕上がり、うん、満足。いや、満足。やっぱ、午前中からリングレードだった。あ、やっぱりなんかこだわりがあるんだな。思った以上にちょっときつかったから。ああ、なるほど。もう時間パツパツが、お客さんとの約束の時間があったからな。でも綺麗に仕上がってんじゃん。うん、なあ、うん、大仏屋も出てるし、いいじゃんいいじゃん。え、一発仕上げしたの？通行手踏んだの？うん、仕上がしだけ。あ、一発仕上げ？うん、おー、すごいじゃん。あ、本当は通行手踏みたいようなあれだったんだな、感じ的に言うと。うん、あ、いや、いや、じゃあ、じゃあ、まあ、できるわ。あのね、俺は何でもできるって。何や、違う違う、俺にかかればこんなもの何でもできるって。違う。あ、そうか、すごい自信なのケンちゃん。おー、最近は何でも任せてくださいと。大したもんだ。やっぱりちょっと ここ一度ちょっと、もうちょっとだけゆとりが欲しかった。調子に乗って4時間過ぎてね。3時間くらいだもんな、なんだかんだな、お預かりしな。そっか、やっぱ3時間で仕上げるのはきつかったんだな。ツヤが、うん、やらなかったな。ツヤ出しに違うかって。いいね、ケンジ。でもちゃんとやってくいっかな、おめえはな。な。大したもんです。責任感がある男なんでね、約束した時間に合わせるのにって自分の休憩最低仕事やってましたね今日も。まあいつもだけどなケンジな。
でもお前仕事暇の時休めっちゃうけちゃんと休んでっからな。あ、おめえな。ケンジ君結構自由だからな、おめえな。離れてる動画こうやっていっぱい撮ってっけど、まあ、だいぶ仕事はしてっけどな。でも自由にしてっからな、おめえな。まあいいべ、できる男はやっぱりな、時間も自由自在に使うんだよな。大したもんです、江戸のケンちゃん。ハードルを上げるよね。まあとりあえず、あとじゃあこれやって、あと最後の塗り付けで終わりか。あ、塗り付けじゃねえ、吹き上げだ。あ、了解。あとじゃあ最後に表に出した時にもう一回撮ってみよう。はいよ、じゃあ最後の仕上げよろしくね。はい、これもうキャリパー、ブレキャリパー、ブレンボ、これ高いんだよね、すげえ。ブレンボ前一回だけね、知り合いでね、まあ私の先輩なんですけど、 GTR 乗ってる方がいらっしゃってね、ブレンボのこの中古のキャリパーを探してくれってことで探したんですけど、 GTR ねめちゃくちゃ高かったんだよね。何万だったっけかな、あの時なんか10万以上したんだよね。10万近かったような記憶があって、中古で探してさ買ったんだけど、ブレンボちょっとせっかくの金額を忘れたんだけど、ただあそんなにするんだブレーキキャリパーの中古って思ってビビって買った記憶があります。まあ、とりあえずこちらのこのインテグラも高級キャリパーブレンボが入っております。かっこいいね、すごい。ちゃんとね隅々までコット材に塗り込んでいきます。せっかくご依頼いただいたんでね。これあれだべ、ケンイチ、ちゃんとこれ動画に撮ってっから余計隅々だべ、今塗ってんだべ。あ、違うのか、これやらせ動画じゃねえのか。あ、そうかそうか。雨降ったらすぐバレる。あ、そうかそうか、ちゃんとやんねえかな。そんなら雨降らないと速攻でバレちゃうな。うちのケンちゃん、ちゃんとね、動画に撮ってなくても綺麗にやってくれてます。いいんじゃない、どん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 綺麗になる、これツヤ出て。ああ、太陽の光にいいけどな、今日な。太陽の光にいいけどよ、太陽ね、うん、太陽の光やったもんちんとな、あのテカテカっていうのがな、分かっていいんだけど、どうもだいぶテカテカだよ、うまい、いい感じです。この仕上げ待ってたんだけどよ、ごめん気になっちゃってよ、あっち行けねえんだよね、やっぱり最後までよ。これあと吹き上げで終わりだべ。あ、まだあんの。あ、いやいや、ないけど。あ今ので塗り込み感度終わったんだけど全部じゃないの。あ、まだ違うんだな、拭いたらか。あ、部分部分でね、そうだね。フロント部分はほんでとりあえず全部今コーティング剤塗り込みして今吹き上げてか。欲しいな、このぐらい綺麗になると一番気持ちいい瞬間だろうな。んこの磨いた後のコート剤塗ってこのテロテロの仕上がってる時のが一番気持ちいいって、うん、あ、細くて、ちゃんと細いとこもちゃんと塗ったんだべ、うん、アホを塗ってねえの、塗ったの。ハハ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 ハ、なるほど。ね、見えないところまでちゃんと仕上げに行くかな。よし、とりあえずこれで塗り込み、フロント部分は全部 OK かな、うん、リアはこっち側も塗ったんだべ、こっち OK ね、ねえ、いいね、テロテロと仕上がっております。で、ウイング部分もやってあります。ほい、あとこっち側も最後塗り付けして終わり。まあ、こんな感じで、今日も
藤野健ちゃん頑張って磨きコーティングやってくれました。しかし満足のいぐし上がりですね。綺麗です。これ最近私のカメラの調子悪くてね、なんかピントずれたりするんだよね。俺のやり方が悪いんだが、まあでもね、だいぶテロテロに仕上がってます。ぜひぜひね、ケンちゃんコーティングね、ぜひぜひ気になる時にはご相談ください。ケンイチが、しっかりとやってくれますんで。できねえ車ってあんのか、できねえ車、アルファードとか。それでっけえからやっちゃくねえんだで。アルファードアドバハイグランドとか、ハイエースな、でっけえな、ハイルグランドとか、グランドだろ。ああなるほどな、でっけえがな。セダンとかちょっと、大きいかな。セダンもダメ。得意な車は、あれかな、スマートとか。何おめえ、おめえ、ちっちしか言わねえでおめえ、それじゃおめえ。あとなんだ、ライフ、あ、いや、あと軽トラのキャビンだけだそうです。うちのケンちゃん、味覚コーティング、ちっちゃい車の方がいいそうです。いや、何でもやります。ね、ぜひ、何かある時にはご相談いただければ、ケンちゃん、ケンちゃんがね、一生懸命磨きコーティングやってくれますんで、でっかくてもちっちゃくてもいいね。今日も一生懸命やりました。また何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。バイバーイ。